さあ、ここからは今日の大井競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。先頭は4番パラリーガル、リード2馬身と広げています。2番手3番手13番スカーレットサクラ、インコースに1番ジェミニライブラ、並んで前との差を詰める。3馬身から4馬身切れて、外に3番ドピナスガーデン、インコース7番のチマサクイーン、この後また2馬身差やや追い上げていく6番のシャークウォーニング、太めから進出。インコースは5番のカバロスイフト、後ろは固まって8番2の前、9番のエスパー、さらに内を通って10番ゴールドブレイン、1馬身半差11番クイーンズコーストに、外から上がっていくのは12番グレイグレイル、3コーナーカーブ、2番のガリメデスレイが最高峰です。縦長だった馬群が縦の間隔詰まってきて3、4コーナー中間へ。先頭は4番パラリーガル、並んでいく13番スカーレットサクラ、この外から接近6番のシャークウォーニン、前の2頭に接近して4コーナーカーブ直線コースに入ります。前3頭後ろ離しの追い比べとなりました。その4番手以下からは12番グレイグレイル、さらに内をついては8番の2の前が追っている。この間に抜け出した6番のシャークウォーニン、3馬身のリード、2番手には外目から12番グレイグレイル上がってくるか、この内側8番2の前との接戦です。先頭6番シャークウォーニン合輪。第1レース、勝ったのは6番のシャークウォーニンです。デビュー14戦目での嬉しい初勝利となりました。鞍上は町田直樹騎手、勝ちタイム1分42秒3でした。これで枠入り完了。スタートしました。外11番セーブロック剣、内からは1番リッター、並んで出ていきます。間からは2番ビギー、3番プシュエイド、一歩引いて並んでくるのは9番アリアファミーナ、さらに内から接近4番ロシタイム、3馬身ほど開いて中段から前を追う14番ミスティックアイル、このグループにインコース6番ファイトイト、それから8番77ナイロ、外を通で12番カフェジュリア、13番ミカード、中段後ろから7番イルフェソレイユ、あとは3馬身相手15番のチュートリス、5番のアーサーバンティ、1頭離されて10番のミールヌが最高峰を進んでいきます。前は3コーナーのカーブ、600の標識を通過していきます。内から1番のリタ先頭、並んでいくのは2番のビギー、2頭の外3番手11番セーブロッケン、この後に9番アリアパミーナ、内を通っては4番ロシタイム、4コーナーカーブ直線コースに入りました。前は広がってくる11番セーブロッケン、外から伸びてくる、さらに外に持ち出した9番のアリアパミーナ、これも前を伺って、内では食い違っているビギーとリタ、さらに後ろからはロシタイム、後方外からは13番ミカード、12番カフェジュリア持ってくる、この間に先頭変わって9番のアリアファミーナ、一気にリードを広げていく、2番手には11番セーブロック剣、これが2番手守れるかどうか、先頭9番アリアファミーナ合理。第2レース、勝ったのは9番のアリアファミーナ、人気に応えています。鞍上は三鴨典史騎手、勝ちタイム1分14秒1でした。先頭は11番のバイヤー、リードを体半分、14番サバノミストーニ、2番手接近12番スペキアリス、3番手3頭の後ろ7番シャークシャイニー、4番手になりました。1馬身半差8番シンフェイス、並んでいく4番プナヘレト、3番クライミング、2頭並んで外からは10番ロイヤルアフェア、1馬身差の中段まで押し上げる5番のジョンドゥ、この後1番ムーンドライブ、2番メイクミンハッピー、1馬身半差13番パーティーモード、この後は佐藤を通って6番のユーシオ、内側9番ホープレス、後方で並んでいます。3コーナーのカーブです。前は11番バイヤ、12番ステキアリス、7枠の2頭先頭2番手3、4コーナー中間、2馬身差で佐藤を通って10番ロイヤルアフェア、じわじわと前との差を詰めていく、インコースは7番のシャークシャイニーに、この後から8番シンフェイス、そしてジョンドゥ、直線コースに入りました。粘っているバイヤ、追ってくるスペキアリス、外を通って10番ロイヤルアフェアに、さらに一気に追い込む5番のジョンドゥ、5番のジョンドゥ外目から先頭に変わった、内を狙っている7番のシャークシャイニーに、この後に8番のシンフェイスです。先頭は変わって5番のジョンドゥ、リードは2馬身から3馬身、先頭はジョンドゥ合理。第3レース、勝ったのは5番のジョンドゥ、人気に応えました。鞍上は笹川翼騎手、勝ちタイム1分42秒8でした。収まって枠入りが終わります。スタートしました。前は12番工業サウス押していますが、内の方から5番サブノドリーム、2番のタイムアーズ、さらには8番ナイスブロンディ、外から15番のボーフム、これも先段、先段を見る位置に6番のプーラン、並んで14番ビーザチェンジ、1馬身半差で1番ラバーバンティ、3馬身相手中段からは9番エンジェルキッズ、10番イッツバット、並んでいくのは11番チバニアン、
この後に4番当選人ライム開いて、13番ガビーズスピリット、その後も引き切れました。7番オルトディアナ、インコース3番クールモンスター、後ろで並んでいます。前は3、4コーナー中間へ600の標識を通過。8番のナイスロンディ、わずかに外先頭、内5番サブノドリーム並んでいます。3番手からは2番のタイムアーチ、これが前との差を詰めて、この後からは12番の工業サウチ、4コーナーカーブから直線コースに入りました。さらには15番のボーフムが追ってくる、内目をついてくる6番のプーラン、先頭は8番ナイスブロンディ、先頭を守っている、追ってくる2番のタイムアーチ、並んで200を切りました。3番手以下横一線から外を伸びてくる13番ガビーズスピリットと4番の当選人ライム、内の方からはプーラン持っている、前は8番ナイスブロンディ、外から伸びる4番当選人ライム、最後は2頭が並んでゴール。第4レース勝ったのは4番の当選人ライムです。前走に続いて連勝となりました。鞍上は入口優騎手、勝ちタイム1分14秒3でした。先頭は3番マリキン娘、リードは4分の3馬身、4番エスプリブルスアイが2番手、2頭の後ろは3馬身差で単独の3番手になりました。7番ジュン輝き、2馬身後ろから6番ベルルークザンダー、並んでくる8番ジャズフレイバー、この辺りが中段で、後ろ差がなく2番ゴッドモード、5番のクラム、2馬身差11番ひな街道、さらに開いて1番アンサイド、並んで10番ネオワンコーダ、外からやや押し上げます。3馬身から4馬身の差で9番アエノユウオウ、最後方を積んでいきます。先頭からしんがりまでは12、3馬身くらいで3コーナーのカーブ、先頭3番マリキン娘、迫ってくる4番エスプリブルスアイ、一気に外から4番エスプリブルスアイ、ペースを上げて2頭並んで3、4コーナー中間、残り400、2頭の後ろ2馬身から3馬身切れて、インコース7番ジュン輝、外手が動く8番ジャズフレイバー、4コーナーのカーブ直線コースに入りました。その後からベルルークザンダーが追っている、前の争いから4番エスプリブルスアイ、今度は単独抜け出してリードは2馬身から3馬身、2番手以下は混戦模様、7番ジュン輝、追ってくるベルルークザンダーに、この外に8番のジャズフレイバー、2番手以下広がってジュン輝、前にも迫りますが先頭4番のエスプリブルスアイゴール。第5レースサラ系2歳新馬戦、勝ったのはシビルウォー3区の馬場、エスプリブルズアイです。鞍上は安藤陽一騎手、勝ちタイム1分46秒1でした。これが収まって準備完了、スタートしました。一番いいスタートは5番のスタースタイル、抜け出していくところ接近する8番三金パルさん、2番手3番手以下は一段です。6番のルックストーリス、内から1番のエイバキャントレー、外から11番のルックストライクユー、さらには3番ネイチャーワン、3番手グループの一角です。この後広がって中段、2番のフラワージャンル、外を通って9番のグレイスリーズンに、さらに外から13番カノアレディ、このグループに10番のグリサマリア、中段を進んでいきます。1馬身半差、12番のノーブルコースト、3コーナーカーブ、後方離れてばらけました。14番北野倉庫、さらに遅れて7番スポッテッドレイク、4番バジガクエーゼルが最後方、馬群は縦長で3、4コーナー中間から4コーナーへ、先頭5番スタースタイル、2番手から8番三金パルファンが差を詰めにかかって、4コーナーカーブ直線コースに入ります。3番手外から6番のルックストーリスが追い上げてくる、さらに内の方からは11番のルックストライクユー、前が広がってきますが振り切り加減で5番のスタースタイル先頭、リードは2馬身から3馬身、2番手には11番ルックストライクユー上がってくる、3番手に交代8番三金パルファンに、どこまで詰まれるか、6番のルックストーリスが懸命に前を追っています。突き放した5番のスタースタイル、スタースタイルが新馬勝ちの合理。第6レースサラ系2歳新馬戦、勝ったのはアジアエクスプレス3区の牝馬スタースタイルです。鞍上の笹川翼騎手は3レースに続いて今日2勝目となりました。勝ちタイム1分13秒3でした。先頭は1番の北のユニバース、リード体半分、2番手が5番のレジェンドルーラー、2頭が少し抜けて1馬身差、9番ザントブリッツ3番手、そのうちは7番グランツシー、この4頭固まった体勢、5番手は4馬身5馬身後ろ、2番のアデスライト、並んでくる6番のサッキースピネル、その後ろも4馬身5馬身と離れて8番のキヨウ、それから3番のマジックオリアー、最後方4番のオルトスラッガーです。縦長いままこれから3コーナーのカーブ、1番の北のユニバースが先頭、手が動いて5番のレジェンドルーラー追っていきます。3コーナーのカーブ、
3番手には7番のグランツシティ、9番ザントブリッツも懸命に盛り返して3番手の外、後ろが差を詰めてきました6番のサッキースピネル、その後ろに4番のオルトスラッガー、サッキースピネル外へ出して先団を追ってくる、直線に向きました。今度は5番のレジェンドルーラー先頭に変わるか、内側こらえて1番の北のユニバース、迫ってくる7番グランツシティ、6番のサッキースピネル、あとは内を通って4番オルトスラッガー、大外からは後方にいた8番のキキョ、一気に捉えて6番サッキースピネル先頭に変わった、続いて7番グランツシティ、内から伸びてくる4番オルトスラッガー、2番手混戦ゴリ。 TCK 第7レース、勝ったのは6番のサッキースピネルです。鞍上は今野忠成騎手、勝ちタイムは1分42秒5でした。国際都市品川賞スタートしました。好スタートを切ったのは12番爽やかプリンスでしたが、すっと出ていった4番のブルックスジョイ抜け出して先頭に立ちます。追っていくのは8番のプログレッシブ、その後ろに3番サツキブライド、外から押し上げていく12番の爽やかプリンス、内は2番のアーネストロング、直後追走9番のバーチャンフェイス、外からは14番ガーネットクロスが行きました。前段の後ろ5番のレディフォリア、内を通って1番のサトノマッスル、さらには13番ジュンワンポイント3コーナーのカーブです。後方にかけて11番のハッピーパーポケ、7番のボナセーラ、内を通るのは6番のクラケノン、しんがりが10番のメイジュシンは 3,4 コーナー中間を通過、先頭は4番のブルックスジョイ、2番手3番のサツキブライド、赤い帽子等が先頭2番手で直線コース、後ろからは8番のプログレッシブ、内を狙うのは2番のアーネストロング、外から足を伸ばそうという12番の爽やかプリンス、迫ってまいりました。まもなく200、前が固まってくる、ブルックスジョイ、サツキブライドに並んで捉える8番のプログレッシブ先頭に変わった、さらには12番爽やかプリンス、大外からは6番のクラキャノンが追い込んできた、抜けたのは8番のプログレッシブ、2番手外からクラキャノン、前にも迫ってゴリ。第8レース、勝ったのは8番のプログレッシブです。鞍上の神尾霞騎手はこれが大井コース初勝利となりました。勝ちタイム1分13秒9でした。最後にゲートに入ります。スタートしました。大きく遅れてしまいました8番リッチクレマチスが後方からになりました。大ダッシュは2番カズノ池月、追って3番ラッキーカイザー、6番イクノミライ、さらには7番フェールアシュバル、4頭に迫っていく、内から1番チリーブリーズ、4番バルナ、3コーナーカーブに入ります。あとは5番のセイントビーナス、離れて8番リッチクレマチスが最後方です。さて長い展開で3コーナーから4コーナー、先頭は2番の数の池月、3番ラッキーカイザー追って2番手、3番手に上がってきた1番のチリーブリーズ、2頭に迫って直線コース、その後ろからは4番のバルナ、内をついて5番のセイントビーナス、あとは外から7番のフェールアシュバルが足を伸ばしてくる、前2頭が並んできた、2番カズノイケズキ、3番ラッキーカイザー、200を切りました。2頭の後ろから追い込んでくる7番のフェールアシュバル、さらには1番のチェリーブリーズ、先頭抜けた3番ラッキーカイザー、2番手は混戦カズノイケズキ、外からチェリーブリーズ、フェールアシュバル、先頭はラッキーカイザーゴリ。第9レース、勝ったのは3番のラッキーカイザーです。人気に応えて前走に続いて連勝となりました。鞍上は矢野孝之騎手、勝ちタイムは1分0秒0でした。枠入り完了、スタートしました。1番モンスターキング最高峰からの競馬になります。ダッシュがいいのは3番ノーブルノバ、追っていく6番のシャインカメリア、さらには9番のセグレートシー、前3頭広がりました。直後4番手が5番のロイヤルビクトリー、これに迫って8番エリタダス、2馬身3馬身と相手2番こういう夢ふわり、並んでいく4番のラレーサ、さらに2馬身離れて後方1番モンスターキング、7番ジェッシージェニー並んでいます。前は3コーナーのカーブ、前5頭固まった体勢、少し後ろを離して600通過、先頭3番ノーブルノバ、並んで6番のシャインカメリア、2頭の外に9番のセグレートシー、3番手内を通りましては5番のロイヤルビクトリー、それから8番エリタダス、追い上げる4番ラレータ、直線に向きました。前2頭3番ノーブルノバ、6番シャインカメリア並んだ体勢、2頭の後ろからは9
9番のセグレートシティが3番手前に通います。内を通って5番のロイヤルビクトリー、あとは懸命に追っている8番エリタダス、4番のラレーサ、突き放した3番ノーブルノバ先頭、2番手6番シャインカメリア、差を詰める5番ロイヤルビクトリー、さらには4番ラレーサ、エリタダス先頭、3番ノーブルノバゴール。第10レース勝ったのは3番のノーブルノバです。休養挟んで連勝、鞍上の矢野孝之騎手は9レースに続いて連勝2勝目となりました。勝ちタイムは1分13秒2でした。先頭に立ったのは7番我慢です。体半分のリード、13番セレーネグランツ2番手、2馬身後ろ14番セバスチャン3番手、1馬身半がいて2番のリックマーベル、並んでいくのが12番ブラックサラリン、押しながら15番のスミソニアン、この圏内迫っていきました。さらに前に上がっていく6番ジョブックビザーレ、その後ろ、それから10番の琥珀、1番レーベンレジェンダ、中段を進んで4番ダンスポケット、手が動いてその後ろ、あとは11番スコトントン、9番サブゼロインコース、これに詰まって5番新東洋騎、3番ディープアゲン後ろから3投目、8番ラッシュワンが後ろから2投目、離れて16番コスモ鬼屋敷が最後方です。3コーナーのカーブ、前のリードが詰まりました。7番我慢に今度は14番セバスチャンが並んで先頭に変わるか、2頭の外から15番のスミソニアン、前を伺って2番リックマーベル、それから12番ブラックサラリン、13番セレーネグランツ後方にポジションを下げて直線コース、今度は前の争い、14番セバスチャン、15番のスミソニアン、2頭が並んで回りました。抜けてくる3番手は広がった体勢、内目から2番のリック・マーベル、外から足を伸ばしてくるのは8番のラッシュワン、ラッシュワン一気に前に迫った、15番スミソニアンに外から8番のラッシュワン捉えて先頭、3番手混戦になって外からディープアゲイン、さらには5番の新東洋騎、先頭は8番ラッシュワンに変わってゴール。メインの第11レース勝ったのは8番のラッシュワンです。前走に続いて連勝となりました。鞍上は本橋幸太騎手、勝ちタイムは1分55秒9でした。左回り1650メートル枠入り完了です。スタートしました。6番のサーストンアクセスは後ろからになりました。内にコースを取っていきます。左回り1コーナーカーブに向かうところ、内から1番の里のレガリア、並んでくるのが外から10番マテーラフレイバー、マテーラフレイバー前に出ました。そして11番ミックベンハー、5番プレジールドビブル、外から12番モンサンラファータ続いていきます。2コーナーカーブを過ぎて向こう上面に出ていくところ、先頭は10番のマテーラフレイバー、追ってくる11番ミックベンハー、12番のモンサンラファータ、前3頭の後ろ4番手の集団も広がりました。5番プレジールドビブル、7番バーブル、外は9番のリトミックグルーヴ、その後ろに8番のサンドストーム、2番のサブの赤備え、向こう上面中央に差し掛かります。後方にかけて3番エラボレート、1番サトノレガリア、4番セリス、しんがり6番のサーストンアクセスです。馬群の間隔は詰まっています。7馬身8馬身ぐらいの圏内、1段で左回り3コーナーのカーブ、先頭は10番のマテーラフレイバー、ここでリードが広がってくる、1馬身のリード、8枠2頭2番手3番手ミックベンハー、モンサンラファータ、その後ろに迫ってきました7番のバーブル、4頭が少し抜けてきました。その後ろに5番のプレジールドビブル、後続迫れるかどうか、前は直線に向いてきます。逃げる10番マテーラフレイバー、追ってくる12番モンサンラファータ、7番のバーブル、ゴール板前を過ぎて残り 200m、 12番モンサンラファータ、外から7番バーブル、この2頭が抜け出した。3番手10番のマテーラフレイバー、外から7番のバーブル、三河本則文わずかに抜けるか、内モンサンラファータ並んでゴール。最終第12レース勝ったのは7番のバーブル、人気に応えて TCK 初の左回りレースを制しました。鞍上の三河本則文騎手は地方競馬通算2500勝達成です。参考レースタイムは1分45秒5でした。ここまで今日行われました大井競馬を振り返りました。